プレ m ム RNA スプライシング。プレ m ム RNA スプライシング。プレ m ム RNA スプライシング。プレ m ム RNA スプライシングとは、タンパク質代謝において、転写で合成された一時転写産物からイントロンが、除去で、エクソンが結合する過程を言う。プレ m ム RNA とは、MRNA 線具体のことである。この過程の結果生じる RNA を、メッセンジャー RNA と言い、 次の段階である翻訳で、タンパク質合成の直接引き金となる。生物学の分野で、RNA スプライシング RNA スプライシング、または単にスプライシングという時はこれを指すことが多い。タンパク質代謝において、どのタンパク質が合成されるかは、基本的に遺伝子の塩基配列で決定される。なぜなら、遺伝子の塩基配列は、タンパク質のアミノ酸配列と対応し、 タンパク質代謝の最終段階である翻訳を経ることで延期配列が差し示す唯一のタンパク質が合成されるからであるしかし多くの真核生物の遺伝子内にはイントロンイントロンと呼ばれる翻訳できない配列が存在しこれがアミノ酸をー度する配列であるエクソンエキソンを分断しているこのため余分な配列であるイントロンの除去を行わない限りそのままでは 正常なアミノ酸配列へと翻訳することができない。この過程は遺伝子自体である DNA に変更を加えるものではなく、転写で合成した使い捨ての mRNA 線具体、プレ -mRNA に対して割れる。図次、セントラルドグマにおけるプレ -mRNA スプライシングの立ち位置。プレ -mRNA スプライシングは一時、転写産物上のどこで行われるのか、すなわち生物は、 イントロンとエクソンをどのように区別するのかは、イントロンに見られる特徴的な配列から知ることができ。その重要なエレメントはコスプライス V5、スプライスサイト、サンスプライス V3、スプライスサイト、分岐 V ブランチポイントサイトの3つである。コスプライス V とサンスプライス V はどちらも、エクソンとイントロンの境界部分に存在し、それぞれイントロンの5側末端と3側末端に位置する。 二つは、エクソンとスプライシングを分離する切断反応が起こるべき場所を示す。一方、分岐部位はサンスプライス部位の数十塩基上流にあることが多く、酵母と植物以外では分岐部位からサンスプライス部位までの間にピリメジン塩基が連続する領域に続く。プレーム RNA は、深化生物にありふれた生命現象であり、 イントロンのエレメントの具体的な塩基配列は生物主観で異なるが、それぞれ周辺に特徴的なある程度共通した塩基配列を持つ。これをコンセンサス配列、共通配列、コンセンサスシークエンスという。特にコスプライス V の GU、サンスプライス V の AG、分岐 V の A は最も高度に保存されている。このため、このコンセンサス配列を持つ 最も多いイントロンを GU-AG イントロンと呼ぶ。数1に、新核生物共通の図4に、哺乳類での GU-AG イントロンの配列を示す。このほか、イントロンは多数の種類がある。現在までに発見されている8種類と、その存在場所を示す。プレ m RNA スプライシングは、スプライソソームスプライシャスムという巨大な分子によって成し遂げられる。 これはおよそ150個のタンパク質と5個の RNA からなる酵素複合体である。通常の酵素とは異なり、機能の大部分はタンパク質でなく RNA が担う。このような重要な5種類の RNA は、核内低分子 RNA スモールニュークリア RNA、スナナと総称される。ほとんどの真核生物では、核内低分子 RNA はどれも100から300。 BP で数個のタンパク質と複合体を作っている。この RNA、タンパク質複合体を、核内低分シリボ核タンパクスモールニュークリア、ライボーヌクリアプローティンパーティコル、SNRNP と呼ぶ。スプライソソームにおける SNRNP の構成は、スプライシングの段階によって変わり、各段階でスプライソソームについた SNRNP がその時必要な独自の役割を、 果たす。その役割は、大きく3つに分けられ、15スプライス部位や分岐部位の識別にこの2つの部位を近づける、3RNA の決断と結合反応の触媒、または触媒の補助である。U1SNRNP は5及び3スプライス、部位のコンセンサス配列と、ほぼ相補的な配列を持ち、スプライシングの過程で2つは、塩基体を形成する。 スプライソソームと一時転写産物を十分な時間、接近させておく役割だと言える。実際、この塩基体形成は、スプライシングの成功に必須とされる。工母の U2SNRNP は、分岐部位と塩基体を形成する。また、U6 とも、相補的であり、どちらの塩基体もスプライシングに欠かせない。U2 と U6 との塩基体は、ヘリックス位置という構造を構築する。 また、U2 の5末端と U6 の3末端は、相互作用して、ヘリックス2を形成する。この相互作用は酵母に必須ではないが、哺乳類では少なくとも高いスプライシング効率を維持するために必要である。U4 と U6 はステム1とステム2の形成に関与する。また、U4 はスプライシング反応に直接参加せず、U6 と結合して、適当な時期に、 スプライソソームから乖離する。その役割は、U6 がスプライシングに参加するまでの間に、これを保護することであると予想されている。ステム1を形成するために U4 と塩基体形成する U6 の配列は、U2 との重要な配列に必要でもある。U4 の乖離は、U6 と U2 の塩基体形成によるスプライソソームの活性化の合図かもしれない。 ユーゴ SNRNP は、イントロン第2の反応を成功させるように、イントロン両側のエクソンと、相互作用して接近させる。ユーゴ SNRNP には、どの SNRNP とも、MRNA 線具体とも相互的な配列がない。ソンタイマーとスティーツの実験によると、第2スプライシング反応で5末端から39から41番目にあるウリジンが、 ラリアット構造とつながっているエクソン5末端とイントロンから切り離されたエクソ3末端の両ウリジンに結合するようである。これが接近を引き起こす。U6SNRNP もまた U1 と同様にゴスプライス V と塩基体形成をする。この塩基体形成についてクリスティン・ガスリーとジョーン・スティーツは U6 の普遍配列。 アクキャックとイントロンのプラス4からプラス6にあるウグと間で行われると仮定し、塩基体はスプライシングの第一の反応を前から第二の反応後まで存在することを示した。少なくとも2種類の酵母で U6SNRNP の遺伝子は MRNA 成熟後にもスプライシング後に残存するタイプのイントロンによって分断されている。 スプライシングでは2回のエステル転移反応、トライステラファケーションが起こる。第1に5側で、第2に3側でエクソンとイントロンの境界部分が切断され、イントロンは mRNA 線具体から完全に切り離される。さらに、2番目の反応は分断されていたエクソンを結合させる。このため、反応が終わると一時転写産物にはエクソンだけが残る。 1> 第1の反応は、分岐部位の保存された、永遠期の二炭素にある OH が5スプライス、V に保存された G のリン酸基に対して行う、嗅覚攻撃である。これは5価のアリン酸中間体を経て進む、SN に反応である。嗅覚攻撃の結果、5側でエクソンとイントロンを繋げていた、ホスホジエステル結合が切れる。さらに、自由になったイントロンの5末端が、分岐部位の A と結合し、 分岐部位の名前の通り、A では、元来の二つの結合に加えて、新しい結合を加えた、三冊になる。この環状構造を、投げ側構造ラリアットストラクチャーという。第二の反応は、有利した5側、エクソンの 3OH が3スプライス部位の、ン酸機に対する嗅覚攻撃である。この反応で二つのことが起こる。最初の最も重要な結果は、 分断されていた5側と3側のエクソンがつながることである。つまり、翻訳配列が実際に切り張りされるのはこの段階である。2番目に、1番目と同じ反応でイントロンはエクソンから完全に切り離される。ここまでの説明では、あるエクソンの5側末端はイントロンを挟んで、隣接するエクソンの3側と結合するとしてきた。しかし、いつもそうとは限らない。 二つの例外があるが、一つ目は、エクソンが、間のエクソンを飛ばして、はるか下流で結合する、選択的スプライシングである。これについては、選択的スプライシングを参照せよ。二つ目はトスス、トランススプライシングトランススプライシングで、別々の RNA 上のエクソン同士が結合する。通常ほとんど起こらないが、トリパノ層までは、ほとんどの MRNA が、トランススプライシングを受ける。 線中でもすべての mRNA が後、リーダー配列を付加されるためにトランススプライシングされ、さらに同一分子内でのスプライシングを受ける場合も多い。トランススプライシングによって排出されるイントロンは、通常のラリアット構造ではなく、Y 字型をしている。スプライソソームが触媒する、スプライシング反応について詳しく説明する。まず、スプライソソームは転写された。 mrna 線具体の長大な一次構造の中からスプライス V を正確に探し出さなければならない。これは U1snrnp が5スプライス V と塩基体形成することで成し遂げられる。スプライスソームと mrna 線具体は出会い、U2aF サブユニットの一つが π 反復に、もう一つが3スプライス V に結合する。前者は BBP が 分岐部位と結合できるよう促す。こうして、mRNA 線具体上に編成された、タンパク質と RNA を初期複合体、E 複合体、RE コンプレックス、E コンプレックスという。次に、U2AF の助けを借りて U2、SNRNP が、b b p と入れ替わり分岐部位に結合する。これを、A 複合体 A コンプレックスといい。 分岐部位が5スプライス部位とエステル転移反応する下地となる。なぜなら、U2SNRNP と分岐部位との塩基体形成は分岐部位の A を一つ飛ばして形成され、その A は二重螺旋からはみ出すからである。この露出部分がスプライス反応第一段階で5スプライス部位と反応することになる。さらに U4、U5、U6SNRNP の3つが加わり、 A 複合体は B 複合体 B コンプレックスとなる。3つは1つの粒子に集まってからスプライソソームと合流しており、その粒子の中で U4 と U6 は相互的な RNA 部分で元対応なし、U5 は他2つとタンパク質間相互作用で緩く結合している。B 複合体編成後に U1 はスプライソソームから離れ、代わりに U6 が5スプライス V を占める。 続く C 複合体 C コンプレックスへの再編成が、スプライス反応の引き金を引く。その再編は、U4 が有利し、U6 が U2 と、塩基体形成することで成し遂げられる。ここまでで、U2 と U6 の RNA 中に活性部位は、現れ、mRNA 線具体中の基質部分が反応の、進行に、最適な場所に来ると考えられている。 コースプライス V と分岐 V は近づき、最初のエステル定位反応が起こる。コースプライス V とサンスプライス V の間で起こる、第2の反応も、2つの接近を助ける、ユーゴ SNRNP によって促される。それが終わればスプライスソームはラリアット構造と共に、完成した MRNA から離れていく。SNRNP はしばらくラリアット構造に結合したままだが、 不要となったラリアット構造は急速に分解さる。そうなると次の仕事のため新たな活動を始める。蒸気は GTAG 型イントロンの場合であるが ATAC 型イントロンでは U1、U2、U4、U6 の代わりに U11、U12、U4 アッテク、U6 アッテクという SNRNP が使われる。 スプライスソ,ソームが誤ったスプライシングをしないための仕組みはいくつかある。一つは4回もの編成外を経た上でスプライスソ,ソームがまさしく作られてから活性部位を用意することである。各段階が間違いなく完了しなければ本番の反応が起こらないようになっている。これにより反応性の高い活性部位が機質以外を攻撃する心配はない。スプライシングにおける 失敗のリスク要因は、イントロンの長大差である。例えば、人の平均的な遺伝子には7個か8個のエクソンがあり、遺伝子によっては363個ものエクソンを持つものもある。そして、エクソンは平均でたった 150BP しかない。これに対し、イントロンは平均約 3000BP もある。80万 BP に及ぶイントロンすらある。イントロンの海から、 SNRNP が独力で正しいスプライス部位を見つけ出すのは至難のことだろう。スプライス部位の識別には2種類の間違いが起きやすい。第1のエクソンスキッピングエクソンスキッピングは、コスプライス部位に結合した成分が直近の正しいサンスプライス部位を見逃し、それより先のサンスプライス部位と結合することである。この問題は成熟。 mRNA からエクソンを消失させてしまう。第2の隠れたスプライス V、クリプテックスプライスサイトは、延期配列が似ている V を、スプライス V と誤認してしまうことである。スプライス V としてのコンセンサス配列の制限が緩い、ことも間違いやすさに拍車をかけている。二つの問題を解決する方法はある。エクソンスキッピングの解決法は、遺伝子を転写する RNA ポリメラーゼミが、 スプライシングに関わるゴスプライス、V 式別成分も含んでいることである。これは、ポリメラーゼの C 末端に便乗しており、合成されたばかりのゴスプライス V に出会うと、MRNA 線具体へ降り立つ。そして、次に合成されるサンスプライス V を交える。こうして、サンスプライス V は、下流の競合相手が現れるよりも先に正しいを、スプライス V と、相互作用することができる。 一方、隠れたスプライス V をスプライシングしないために、SR タンパク質が、エクソンスプライシングエンハンサーイグザニック、スプライシングエンハンサーエセイに結合する。SR タンパク質は、スプライス装置と直接相互作用し、近くのスプライス V に消臭する。具体的には、U2AF タンパクを3スプライス V に、U1SNRNP を5スプライス V に、当てがう。 従って、装置は、エクソンから離れた、隠れたスプライス部位よりも、近くにある正しいスプライス部位をより大きな確実さで、選ぶ。蒸気の核内、MRNA 栓具体のスプライシングは、すべての真核生物で見られる一般的な、生命現象であるが、稀に、スプライスソ,ソームを必要としない、自己スプライシング型イントロンも存在する。自己スプライシングとは、 戦具体中のイントロンが自身を特定の構造に折りたたみ、自身を切り出す触媒反応である。様式はグループ1とグループ2の2つが確認されている。平均的な自己スプライシング型イントロンは400から 1000BP であるとされる。グループ2イントロンは、核内、MRNA 戦具体と同様、分岐部位の A 残期がコスプライス部位に反応して、 1> 第1のエステル転移とラディアット形成がなされる。そのため結果だけを見れば、スプライスソームを介したスプライシング反応と変わらない。ラディアット構造が形成されたばかりの第2、スプライシング反応前に、スプライシングに重要なドメインが MRNA 栓具体内で形成される。ドメイン 1D は5スプライス V と3スプライス V を接近させる。 ドメイン 1C はゴスプライス V とその上流 V との延期体である。ドメイン5はドメイン 1D とドメイン6の間で形成されるステムループである。そのドメイン6は分岐部位を含む V と上流部位とのステムループである。グループ1イントロンは核内 MRNA 線具体とは異なり、分岐部位の永残器ではなく有利の G ヌクレオチドまたはヌクレオシドを用いる。 mrna は g を捕まえて巧みに変形することで g の水酸元はゴスプライス v へと近づくラリアット構造形成と同じタイプのエステル定位反応で g はゴスプライス v に結合し代わりに5場はエクソンの3末端を切り離す第2の反応は核内 mrna 線具体と同様に有利したエクソンの3末端が3側、はエクソンの5末端を攻撃する こうして、スプライシング反応は終了するが、ゴースプライス部位の分岐部位への結合がないため、排出されるイントロンは、ラリアット構造にならない。このため、グループ1イントロンのスプライシングは、線上のイントロンが観測されるのが特徴である。グループ1イントロンは、グループ2のそれよりも小さく、特別な二次構造を持つ。それは、 エステル定位反応の主役となるリボース型の G ヌクレオチドやヌクレオシドを化学結合で捕まえ収容するポケットである。このほか、エステル定位反応を補助する内部ガイド配列があることも知られている。この配列はゴスプライス V と塩基体を形成することで G による嗅覚攻撃が正確に行われるようにするものである。グループ1もグループ2も 自己スプライシング型イントロンは、スプライシング反応を成功させるために、特定の構造に自身を正確に折りたたむ必要がある。このため、スプライソソームがある場合と異なり、イントロン内の配列の大部分が重大な意味を持つ。塩基配列同士の塩基体形成が、工事構造を構築するからである。それだけではなく、自己スプライシング型イントロンは、 多くのタンパク質と複合体を形成できることもインビトロで明らかになっている。これは RNA の折りたたみに必要な主査同士の接近による主査中のリン酸の不電化同士の反発を遮蔽により防ぐためである。また、インビトロの研究から遮蔽タンパク質がなくともプラスイオンである塩が高濃度あれば良いことが示された。ある一つの mRNA 栓具体からいくつか 異なった組み合わせのエクソンを持つ mRNA が作られることがある。このような mRNA を生み出す機構は選択的スプライシングアルターナティフスプライシングと呼ばれ、人の遺伝子の半数程度に見られるという見積もりもある。これに対し、ただ一通りのエクソンの組み合わせのみの mRNA が作られる反応は構成的スプライシングと呼ばれる。選択的スプライシングによって、 一つの遺伝子から複数種類のタンパク質、スプライスバリアント、スプライスバリアントが作られる。また、発生段階や組織など環境に応じて、時間的、空間的に選択的スプライシングを制御することによって、スプライスバリアントを作り分けている例も知られている。図球、選択的スプライシングの簡略図。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。